バイエルン国立歌劇場で、ステファン・アントン・レックは、ドイツの指揮者。古典から近代及び、現代作品に至る幅広いレパートリーを持ち、コンサートとオペラ双方の指揮者として活躍している。ステファン・アントン・レックは1960年4月26日、バーデン・ビュルテンベルク州バーデン・バーデンに生まれる。幼少期から音楽に囲まれる環境に身を置き、早くから音楽家を夢見ていた。 1985年、レックは第1回、アルトゥーロ・トスカニーニ国際指揮者コンクールと G のマリヌッチ国際指揮者コンクールに立て続けに優勝し、タングルウッド音楽祭への奨学金を受け取って1987年から1990年の間、レナード・バーンスタインや小沢聖二らの下で研鑽に励んだ。ヨーロッパに戻った後は主にイタリアのオーケストラや、 歌劇場のポストにつき、1990年から1994年は、サンデモ公共楽団の音楽監督、1994年から1998年は、ラツヨローマ管弦楽団の主席指揮者、そして1999年から2003年は、パレルモノテアトロマッシモの音楽監督を務めた。この間、1997年から2000年の間は、 クラウディオ・アバドの招きで、ザルツブルク復活祭音楽祭におけるベルク、ボチェックなどの公演の助手を務めた。また、ピエール・ブーレイズは、グスタフ・マーラー・ユーゲント・管弦楽団の1997から1998年シーズンの客演指揮者の一人にレックを招聘し、以降も、グスタフ・マーラー・ユーゲント・管弦楽団への客演を繰り返した。 グスタフ・マーラー有限と還元楽団との公演の中にはベルディ、ファルスタッフの上演も含まれている。1998年からはトリエステのテアトロ・ベルディにおけるワーグナー、ニーベルングの指輪の新演出による上演の式を開始した。2001年のシーズン、レックはテアトロ・マッシモの開幕公演でベルク、ルルを振ったが、この公演はライブ録音され、 CD としてリリースされた。この年は他に、フランス国立管弦楽団、マッジョ・ムジカーレ・フィオレンティーノ、ボローニャのテアトロ・コムナーレ及び、ジェノバのテアトロ・カルロ・フェリーチを指揮し、トリエステでの、指輪プロジェクトを完結させた。翌2002年のシーズンは、オフフェンバック、ホフマン物語でテアトロ・マッシモのシーズンを開いたほか、ホロコーストの犯罪の記憶と題した一連の公演で、ウルマン、 アトランティスの皇帝、俳優ハーベイ・カイテルをナレーションに迎えたシェーンベルク、ワルシャワの生き残りといった、ホロコーストに何かしらの形で関わった作品を取り上げた。このシーズンでは他に、パレールモデ、オンネゲル、家計大将のジャンヌ・ダルク、ジェノバで、リヒャルト・シュトラウス、サロメ、ライプツヒデ、ウェーバー、マダンの伊手を指揮し、2003年4月には日本を訪れて、 東京文化会館におけるベッディーニ、ノルマをエディタグルベローバのタイトルロールと東京フィルハーモニー還元楽団の演奏で指揮した。その他、毎シーズンに続くフランス国立還元楽団との講演のほか、モンペリエ国立歌劇場やローマ聖チェチーリや音楽院還元楽団などにも登場した。2003年から2004年のシーズンでは、レックは初めて、 ドレスデンのゼンパーオーパーとベルリン国立歌劇場、ロサンゼルス歌劇場に初登場を果たし、ドレスデンとベルリンでは、ルル、ロサンゼルスでは、モーツァルとフィガロの結婚を指揮したほか、フェニーチェ劇場でのシュトラウス、ダフネを指揮し、ダフネの公演は CD と DVD でリリースされた。2004年以降は2005年2月と9月に、新国立劇場でのルルとワーグナー、 ニュルンベルクのマイスタージンガー、トリノのテアトロレイジョでのワーグナー、トリスタンとイゾルで、バーリのテアトロペトルツェリでの指輪、そしてドレスデンでのジェイクヘギー、デッドマンウォーキングのヨーロッパ初演を含むオペラ上演並びに、ハンブルク州立歌劇場とフランクフルト歌劇場への初登場、エジンバラ音楽祭への出演など幅広い活躍を見せている。 日本においても東京交響楽団の定期、演奏会に2007年12月と2009年6月、2011年5月に出演している。レックは古典の他にグスタフ・マーラーや新委員学派の諸作品といった近代作品に対する解釈によっても知られている。特にマーラーはレックにとってはバッハ、ベートーベン、ブラームスと並ぶ親近感のある作曲家に、 位置づけられている。また、ワーグナーの指揮では、誇りを拭い去るように、軽いイタリア的なサウンドになるよう心がける解釈をしている。音楽以外では、絵画や哲学を好み、東京公共楽団でのインタビューでは、演奏家になっていなかったら、画家になっていたかなと語っている。ありがとうございます。